んの研究室はここね。お邪魔しまーす。いらっしゃい。何ギーちゃん、何なのこれ。新しい私の使い魔よ。かわいいでしょ。かわいいのこれ。ええ、とっても。そうなんだ。ユーザーさんにビジュアルを見せられないのが本当に残念だよ。それで何しに来たの。ちょっとギーちゃんとお話ししようかと思って。でさ、とりあえずその使い魔さんはしまってもらえないかな。なぜ？話にキューちゃんは邪魔かしら。キューちゃん、なんて可愛らしい名前。この子にぴったりの名前でしょ。そうかな。そうなのかな。そうなんだ。そうだね。わかったから、キューちゃん、私を睨まないで。キューちゃん、もう戻っていいわ。で、何のお話？寿命が300年ぐらい縮まっちゃったよ。気を取り直して、ギーちゃんも予備選に出場するんでしょ。不本意だけど、そうなってしまったようね。不本意なの？ええ、お母様が勝手に申し込んだみたい。そうなんだ。じゃあ、あまり勝つ気はないの？そうね。そっか。わかった。それが聞きたかっただけだから。じゃあまたね。世話しない子ね。特に勝つ気はないけど、でも負けるのは嫌いなのよね。ギーちゃんは隠れた実力者だからね。本気出せば上位に食い込んでくると推測したけど、果たして予備選のダークフォースとなるか否か。よし、次の候補者へレッツゴー。